ジン、焦りすぎよ。ここで迎えるって話じゃなかったの？風魔竜は場外でも活動しているようだ。あったらなるべく早く。焦る必要はないわ。私も協力するから。代理団長様、連れてきたぞ。はと、ここまでの経緯はこんな感じだ。なるほど。モンドへようこそ。風と共に訪れし旅人よ。私は代理団長のジン。こちらはリサ、騎士団の図書館司書だ。あら、人手不足を手伝いに来たよい子ちゃんかしら。かわいいわね。ただタイミングがあまり良くないわ。風魔竜が目覚めてからずっとこのモンド周辺をうろついているの。ここ一帯に大きな混乱をもたらしているわ。おまけに今のモンドは元素の流れと地脈の循環が子猫ちゃんが遊んだ後の毛糸玉みたいになっていてね。魔法使いにとっては最悪な状況よ。肌も気分も調子悪いわ。それがなければ尋ね人の張り紙を出すよりも騎士団がもっと効率のいい方法で君たちを助けられるのだが、もうしばらくモンドにとどまっていてくれ。セピロス騎士団が問題を解決してみせるから。おいらも手伝うぞ。じゃあ作戦を練るとするか。風魔竜がモンドに攻めてきたことで逆に災いを集結させるきっかけを与えてくれた。それとリサの魔法で探査したところ、モンドを包む暴風の源が分かったんだ。ほう、どこなんだ？放棄された四風守護の神殿よ。風魔竜があの暴風を引き起こせたのはそこに残った力のせいなの。私たちの目標は放棄された4つの神殿のうちこの3つだ。3つだけの理由についてはみんなも分かっていると思うが。分からないんだけど。セピロス騎士のみんな、時間は限られている。暴風が猛威を振るっている今、守るだけでは意味がない。この災害がさらなる拡大をする前に神殿の遺跡へと向かおう。